はい、それでは今日はね、マテリア、絶球やっていきたいと思います。で、編成のコツは塗りに特化したキャラ、まあ、例えばラメールスピードアップ、まあ、アリサリンコンボで塗れると。で、ヒナは移動時塗りアップ、スティアはまあこれは愛で編成します。ただ、まあ、撃破時、リキッド化拡大っていうのも一応持ってます。ただね、まあ、マテリアいろんなキャラでね行きたいと思うので、まあ、何々が適正というよりはね、これはプレイングで賄ってマテリアつけてあげるのがいいかなって思います、まあ、だから3体はリキッド化に特化したキャラ、1体はマテリアつけたいキャラみたいな感じでいくといいです。ただ、貫通反射の順番は守るとかなり勝率が上がるかと思います。ただ地図はね、何度も挑戦できるので、何度もね、練習してみてはいかがかなと思います。ちなみにコンテはできません。それではやっていきましょう。貫通のお仕事はまずこのぷよぷよを倒すと、倒しながら横のスピードアップを塗る。まあ、これはね、いろいろやり方あると思うんですけど、まあ、とりあえず。で、カンカンは反射で倒す。もう1手目で倒す。で、スピードアップをしつつ、コアを塗って倒すと。で、コアにはね、超級とは違って、即死があるので、素早く塗らないと倒されてしまう。あと、このレーザーがかなり痛いですね。こういう風に。まあ、塗りながら。上の車掌さんを倒す、まあ、あとはね抜けそうになったら、まあ、とりあえず塗ることを考えた方がいい。あとね、ハンタースキルを、ボス2で使いたい場面がよくあるので、まあ、できれば余分にターンをね、稼いでいくといいかなって思います。倒せるぜって時で次に敵の攻撃ない時は適当に縦貫してもらうといいかなって思います。はい、セオリー通りプヨを倒しつつスピードアップで、あわよくばアークを塗る。塗れてない。 OK で、今度はカチカチを倒す。あわよくばアークコアを塗る。お、まさかの下が倒せる。まあ、これコアね倒せれば即死ターンがまた6ターンに戻りますね。こういう風に、まあ、これちょっと上濡れてないかな。濡れた。オッケー。ただレーザーが食らう。ここでレーザー真ん中に来るんでね、早めに倒さないときついかも。あとは塗る。挟まる必要ねえんだよな。塗りながら倒す。はい、で、ここがかなりきつい。ここで何回も負けてます僕は。はい、セオリー通りプヨを塗り、この下にねスピードアップのやつあるんで、まあ、それを解放すると。で、次は貫通を倒す。貫通を倒すじゃない、カチカチ君を倒す。お、下濡れた。次ラメールですね。スピードアップ2つ解放されてるから、とりあえずスピードアップで濡れればいいかなぐらいの、打ち方で、かつまあ車掌さんが蘇生してくるので、ちょっとここはね蘇生をねされるとかなりきつくなるので、まあ、倒してしまえれば倒してしまいたい。ヒナの本当に塗り拡大がかなり強いですね。アークコアに対しては正直このスティアの激化リキッド化アップみたいなそうでもないんですけど、結局塗っちゃうんで貫通なんで。さあ、あとはここを抜けるだけ。これちょっと控えめに打ちたいんだけど、ちょっとターンを稼ぎたい。ターンを稼ぎたい。倒してしまった。まあいいでしょう。ここ確定で金箱落ちるみたいですね。はい、ボスです。1ステージ目はこのアリスの位置から挟まることができます。なので、まあ、この位置にいるときは、挟まりをね、意識しながら、セオリー通りプヨを倒す。で、あ、待って、これ挟まった方がいいかも。アリスの位置にめがけてヒナ打てばこれ挟まれますね、まあ、と思ったんですけど、まあ、挟まれなかったので普通にやります。まあ、次のアリスで挟まりましょう。弱点も出たので、まあ、ここさっさと抜けてしまえばかなりアドバンテージになる。このね横のねカチカチもね結構
偶然挟まって倒しやすいので、さあ挟まりに行きましょう。この角度で挟まれると、でここでちょっとバーゲスト使いたいんだけど、使えなさそうだね。抜けちゃおう、まあ、使えなさそうだったらさっさと抜けちゃう。まあ、この貫通くんが邪魔なんですけど、あ、もしかしたら使えるかも。使えなさそう、使えない。じゃあ抜けちゃいます。このバーゲストくんはね、敵の HP がギリギリになった時に使ってあげれば、次のターンのね、持ち越しができるので、ダメージの、まあ、かなりこの2ステージ目がきついので、ここで持ち越しできれば結構有利になります。今回はできなかったです。まあ、ちょっとやってみてください。まあ、スティアがこれ結構ね溜まるの早いから、あ、ここアリス使って塗ってしまうのもありかもしれない。次のターンまで塗れていなかったら、まあ、カチカチ倒しに行きます。まあ、ここは本当にセオリー通りに焦らず。お、キューブくんも倒せましたね。まあ、ちょっとこれ塗りながら行きましょう。いけるかもしれない。塗れたかな。塗れましたね。まあ、こうなってくるとかなり楽になってくるかなって思います。まあ、貫通がかなり塗りやすいので、貫通のターンはちょっと指離れた、指離れたけどめっちゃ弱点狙うやん。まあ、貫通の時に結構意識して打ってみるといいかな。とりあえずミスって、蘇生されてしまったので、セオリー通りにプヨを攻撃しながら車掌さんをちょっと殴る。いけそう、なんか、もうちょいでいけそうだったのにな。まあ、ここ消耗してくるとかなりやばいので、まあ、一気に抜けたかったんですけど、お、上が倒せた。ただ車掌さんが倒せない。回復来たんで、まあ、安全かな。まあ、回復来るかどうかかなり運にかかってきますけどね。痛い。さあ、じゃあ塗りながら抜けましょう。まだ抜けられない。あ、ここでバーゲスト使えるから、バーゲストで持ち越し狙いますね。全員溜まってますし、ちょ、バーゲストいきます。ちょ、攻撃アップ取ってからいけないのかな、これ。攻撃アップ取って弱点に当たる。あ、いけなかった。あ、でも弱点に当たってるわ。よし、300万は出てますね。まあ、約ですけど。弱点に当たってはもうちょい出たかも、ちゃんと。でもこれで持ち越しできてるので、割とでもないな。かなり体力高いな、ここ。まあ、とりあえず下の、カチカチ倒しに行きます。挟まった、なぜか挟まった。これ横だな、キューブ。とりあえずキューブがいるので、遅延使っちゃいましょう。さ、遅延を使ってこいつらをとりあえず黙らしておく。で、左側をね、あわよくばそのターン以内に倒す。それか、あ、いけた。左も遅延できた。すごいいいショットですね、これでね。もうラメールめっちゃ強いって感じ。あ、濡れたし最強ですね、ラメールくんは。で、ヒナで適当に、リンクコンボじゃないや、ハンタースキルを打つと。まあ、本当に強い、ヒナも。 OK、 知らせました。まあ、これはもう勝ち確ですね。じゃあ嫁のスキルでとどめを刺しに行きましょう。で、嫁のスキルね、これ弱点直狙いじゃなくてね、真ん中あたり狙うといいことに気づいた。こうすると弱点に2個当たる。あ、これ微妙、なんやそれ。まあ、遅延効いてるんで、まあ OK、 回復を念のため取りながら倒していこうかな、てな感じですね。絶級、まあ、かなり難しいです。これは僕はね、練習してるので、まあ、超級とかも、まあ、こんな感じでね、やっていただければいずれクリアできると思います。絶級は
難しいですけど何度も言いますが、超絶じゃないや、地図は、何度も挑戦できるので、まあいいかな、そこら辺いいシステムかなって思ってます。いいですね。何かこの、お、リンコンボ強化 15% が落ちました。ちょっとつけていきたいな。愛があるので、やはりここはこのスティアちゃんに、リンコンボダメージと、まあ、移動時塗りサイズ拡大はかなり強いので、その辺をつけていこうかな。はいです。はい、今日はね以上になります。ご視聴ありがとうございました。参考になりましたらチャンネル登録してください。それではまた、バイバイ。